今日はなんと、なんだ、アイテムなくなってきたので猫本回収。他にもできることあるだろ。それで配膳攻略したけど、ドロップしなかった修羅の道獄ムズをやるよ。今回は6月のドロップキャラ、マダム、ザ、王様を使って、ニャンコンボを駆使して攻略するよ。滅法強い小中と体力アップ賞。効果があるのはマキシマムと大狂乱の島。マキシマムを1体出したら働き猫のレベルを上げるよ。キャラ出しを優先したのは、ハンニャガ王の前進を止めるためだな。衝撃波で吹き飛ばされるけど、ほんの少し前に進んでるので、意味はあるはず。まあほんのちょっとだけな。島とマキシマムは適当に出して、大型はダチョウ同好会が出た時に使うよ。イノシャシはいいのかよ。イノシャシとハンニャだけなら2枠でなんとか。選択を迫られるのは主に来た通り、ダチョウ同好会だけならムーと、もしくは超激レア。イノシャシとダチョウ同好会が一緒になったら、サンジアで攻撃。なお島とマキシマムは随時生産。滅法強いが効いてるので、簡単にはやられません。でもダチョウ同好会には関係ないよな。そこで体力小アップが効果を出すよ。さすがのダチョウも一発でマキシマムたちを倒すことはできないから。離れていればムート。やや近めならキャットマンかサンディア。イノシャシなかなか倒せないな。これでも前回に比べたら安定してるんだよ。アップルで止めてムートで殴るのは早いけど、リスクがないわけじゃないから。一方こっちは安定して攻略できるよ。滅法強いと大狂乱レベル40。さすがに強いよね。ダチョウが出てくる前に倒せなかったな。本格化する前なら大丈夫。距離が開いたのでムートを出すよ。タイミングは合うのか。ノックバックの関係で1発しか当たらないけ、2回当てれたら大成功。ハンニャの攻撃が来るのでこれ以上は無理。しばらくは島たちだけで戦うことになるな。まあやられてるようでダメージ入れてるから。まあとどめは大体大型が入れるんだけど。倍速開始。動画にガタつきが出たりするけど、撮り直しがつかないのでご容赦を。ハンニャの前に2体の大物が出てきたらサンディアで攻撃。ダチョウは攻撃が当たらない場合がありますが、イノシャシがヒットバックした時にサンディアが進むので、射程内に入ります。見切れてきてるんだが、タイミングを合わせてムートで攻撃。次のダチョウが来たけど大丈夫か。カクついててすみませんが、攻撃力の高いユニットを3体、いざとなれば出せるようにしてるので、追い詰められてから出しても安心です。それ以前にこのステージ実破。育成さえしっかりしていたら超激レアいらねえな。動きを止めることができるならそうなんだけど、前回やってかなりリスキーだったので、時間はかかるけど安全策を使わせてもらうよ。ニャンコンボが使える恩恵は、素晴らしい。あの時持ってなかったものが今持ってることによって、定番な攻略方法が簡単にできちゃうんだよ。速攻はダメなのか。バージョンがアップデートされると、不具合扱いされて書き換えられるんだよ。なんだかんだ言って成功法は通用するから、信頼性はこっちが上。キャットマン何もできなかったな。間が悪かったかな。コスモじゃダメなのか。馬持ちはいいけど攻撃頻度がね。あと火力。さあこのサンディアで前にいる大物2体を倒すよ。ダチョウも倒せるんだよな。射程と今までのヒットバックで十分。ただしサンディアではハンニャにはどうやっても攻撃できないんだよね。タイミングの問題じゃないのか。この前に2回やってみたけどダメだったんだ。ハンニャが攻撃した後にムートを突っ込ませるとどうなるかというと、ワンセットは入るんだけど、そこまで。でも9万のダメージを与えることができるから、余裕がある時は一つの手。まあ常時に枠生産するだけでも、手倒したな。ここから倍速。動画撮影の不具合は、同じ1本の撮影なのに、途中で問題が発生したり改善したり、攻略後に確認しないとわからないってか。はい、そうです。この動画でなきゃいけなかった理由は、猫特急がドロップしたのがこれだったからなんです。今日はアイテム回収が主な仕事だから、やり直しはできないよな。確率 30% なのでトレジャーは使えません。
そして今日はレジェンドを回らないので。本日の成果は、すぐに使えるわけではないんだけど、イベントステージでドロップするキャラの中でストーンと同じくらい役に立つぜ。どっちも甲乙つけがたいけどね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。明日はレジェンド再開。一気にマップクリアできるかは別だけどな。